様、東京モーターショー2017ポルシェプレスカンファレンスへようこそ。ポルシェジャパン代表取締役社長シメギよりご挨拶申し上げます。まずドイツ本国でもすでに9月に発表されたばかりの新型カイエンをご紹介しましょう。この車はアジアプレミアとなります。多くの皆さんがご存知の通り、初代カイエンは2002年にポルシェ初の SUV モデルとして誕生いたしました。フェリーポルシェが1989年に予告した通り、お客様はこの全く新しいポルシェファミリーの一員を歓迎し、15年で50万台以上を販売する大ヒット作となりました。特に第2世代のカイエンはボディのこの実車を日本でお見せするのはこの東京モーターショーが初めてのことです。パナメーラスポーツツーリスモは3リッターシングルターボエンジンを搭載するパナメーラスポーツツーリスモ4をはじめとして 4E ハイブリッド、4S ターボ、そして4リッター V8 ツインターボエンジンを核として最新のプラグインハイブリッドシステムを組み合わせたターボ SE ハイブリッドをトップモデルとしてご用意しています。ギアボックスはすべて8段 EDK、 そしてフルタイム OWD を採用しています。パナメラスポーツツーリスモに標準装備される4プラス1シートはリアシートに大きな多様性を備えています。センターアームレスト部分に備えられたプラス1シートによって5名乗車を可能としております。ラゲッジスペースはサルーンと比べて約50リットル増加しています。ラグジュアリーセグメントで初めてと言ってもいいコンセプトを持つパナメラスポーツツーリスモは、パフォーマンスはもちろんのこと、ハンドリングや快適性など全ての面でポルシェスポーツカーの特性を受け継いでいます。とはいえ皆さん、この車にとって最も特徴的かつ最大の魅力がこのスタイリングです。これはもう本当に論を待ちません。そこで今回の東京モーターショー2017では、パナメーラスポーツツーリスモのエクステリアデザインを担当した人間をご紹介したいと思います。バイザッハにある R&D センターから今日のために来日したスタイルポルシェのエクステリアデザイナー、山下修一です。バイザッハ研究所の山下です。よろしくお願いします。この車をデザインするにあたり、我々スタイリングチームにとって一番のチャレンジは、ラゲッジルームを増やしながらいかにスポーツカーとして見せるということでした。ポルシェにとって全ての車はスポーツカーでなくてはなりません。ポルシェ社内ではこの車をワゴンとは呼びません。あくまでスポーツツーリスモと呼びます。そういったところにもスポーツカーにこだわり、ポルシェの誇りを感じることができます。新しくポルシェをデザインするにあたって大事なことが2つあります。ポルシェとしてのブランドアイデンティティ、それに個々のプロダクトアイデンティティです。サイドビューにおいて特に慎重にデザインされたフライラインと呼ばれるルーフラインとリアグラスの関係、角度、スポイラーの位置、大きさなど長い時間をかけて吟味されました。後方に行くに従って傾斜したルーフライン、911にインスパイアされたスポーティーかつエレガントなサイドウィンドウグラフィックス、力強くダイナミックなシーピラー、理想的な前後タイヤの位置の関係など、この車のキャラクターを明確に表現し、なお一層この車をエレガントに見せるように貢献しています。フロントにおいては、ポルシェのブランドアイデンティティでもある、ボンネットより高い位置にある、ミリのあるフロントフェンダー、V 字に刻まれたシャープなフェンダーライン、
水平基調でダイナミックなフロントプランビュー、加えてフロント下部に位置するエアインテーク、さらに新しいブランドアイデンティティでもある4ポイントヘッドランプもこのスポーツツーリスモに的確に表現されています。また後部デザインについても、後部にコード絞られたキャビン、力強く幅広なリアフェンダーとスポーツカーとしての要素ははっきりとこの車にも表現されています。さらにスタイリングを犠牲にすることなく要求される十分なダウンフォースを得るために開発されたアクティブリアスポイラーはポルシェにおける非常に典型的な解決策だと言えます。さらに付け加えるならば、ワイド感を強調し横一文字に広がる彫刻的なリアランプの造形、並びに立体化されたポルシェのロゴとブランドアイデンティティはこのスポーツツーリスモにも明確に表現されています。この特徴的なリアランプは普段は見分けのつきにくい暗い闇の中でも一目でポルシェと見分けのつく個性的なライトデザインとなっています。以上、パナメラスポーツツーリスモのデザインについていろいろお話しさせていただきました。皆様にはこのブースで実車をじっくりとご覧いただき、新しいポルシェの魅力をじっくりとご堪能いただければと思います。Pokémon.